あますテ。えっ、ー、と、このビデオは、えっ、ー、と、JFND の、えっ、ー、と、チャット GPT を通した第2外国語学習の、えー、第9週目ですね。第9週目の2本目のビデオになります。えっ、ー、と、このビデオは特に ICT が苦手な人のために、えー、作っています。あの、ICT が得意な人は3本目のビデオを見始めてもいいので、えー、ここは見なくてもいいです。はい、えー、ここでは Google ドキュメントを使って 皆さんがこれまで作ってきたコンテンツを世界に、えー、公開するその方法についてお話をします。えー、まずここにこの,あのウェブページのタイトルがありますね。これは必ず必要です、はい。これはこのウェブページを作った人、つまり私ですよね、この場合はね。はい、私のことが書いてあります。はい、でもこれはあの書いてもいいし書かなくてもいいです。皆さんは自分のことを書きたい人は、あの 書書書けばいいいいいし、書き,書きたくくなな人は書かなくてもいいです、はい。このターゲットオーディエンスは必ず、えーあのー、書いてください。誰のためのものかということですね。でここにはね、あの私、ちょっとあのレベルのことを書くのを忘れてしまったんですが、3, 3つのことを書いてください。1つは何語をあの勉強するためのウェブページか、ここではヒンディー語ですね。で2番目は、それで何をするか、そのヒンディー語で何をするか。 ここではソーシャルインフルエンサーになるということですね。そして3つ目は、えー、そのヒンディー語のレベルを書いてください。あの、すみません。私ここで書くの忘れてしまったんですが、例えば FR、Common European Framework of Reference の A2 レベルとかですね、えー。そういう感じで、あの、えー、この教材のレベルを書いてくださいね、はい。そしてこれが一番大事なんですけど、ここはその Can Do ですね。これは行動、 あの中心アプローチなので、えー、必ずこの CanDo は書いてください。みんなの日本語だったら、その文系を書きますよね、最初にね。えー、それと同じような感じで、えー、この行動中心アプローチでは CanDo を書いてもらいます。はい、それから、オーディオファイルはちょっと私ね、このヒンディー語の,あのオーディオファイルを作るウェブサイトがあまりいいのを見つけることができなかったんで、ちょっとリンクありませんが、皆さんは日本語とか、スペイン語とか、英語とか勉強している人は必ず オーディオリンクも入れてください。はい。そしてカンバーセーションモデルがありますね。こんな感じにカンバーセーションモデルがあって、私の場合は英語の、英語の翻訳も入れています。これも必ず皆さんも入れてください。そしてボキャブラリーリストも必ず必要。えー、そして、えっ、ー、と、文法の説明も必ず必要ですね。はい。で、ここまでが、あの、一つの課の、えー、あのー、構成になります。で、その後にまたレッスン2で同じような、えー このコンテンツを入れてほしいと思います。<laughs> はい。でね、そしてこれを、あのえー、と世界にあの公開するためには、このファイルから、えー、シェアに行って、パブリッシュと言うと Web ですね。はい。パブリッシュと言うと Web になります。で、あの、ここの、えー、このリンクがもうあの、えー、公開されているリンクですので、これをコピーして、 そしてそれを、あの、Google Classroom とか、あるいは、他の人に見せたいんだったら、その見せたい人に、えー、このリンクを共有してください。もちろん Twitter とか Facebook とかね、そういうものでシェアするのもいいと思います。で、やっぱり、あの、ちょっとこれ見せたくないと思ったら、この Stop Publishing これを押すと、あの、もう、いつでもやめることができます。はい。えー、でね。じゃあ、ここまでは、 あの、ICT が苦手な人も、え、必ずやってほしいと思います。で、ここから先は、まあ、ICT あんまり得意じゃないけど、でももうちょっとできる。もうちょっとちゃんと見せたいっていう人のために説明をします。はい。で、それはそのストラクトではね、構造を見せるということなんですね。なので、えー、っと、それもそんなに難しくはないです。ここの、えー、これタイトルですよね。なので、これはタイトルにして、 で、それから、あの、このレッスン1っていうこれを、えっ、ー、と、ヘッディングの1にしましょう。ヘディング1。はい。そして、こっちのね、えー、次のレッスンの、これもヘッディング1にしておきましょう。そして、ここもね、えー、ヘッディングの1にしておきます。これで、えー、このウェブサイトには、 一課から三課までがあるということがわかります。この左側に見えていますね。タイトルがあって、レッスン1、レッスン2、レッスン3というふうに書いてあります。はい。で、このレッスン1、最初のその、あの、第一課の中にも、えー、いろいろな、あの、コンテンツが入っているので、<laughs> 今度はこれを、あの、えー、ヘディング2として入れておきましょう。<laughs> はい。えー、それから、で、カンバセーション。 モデルここですね。ヘディング2。そして単語リスト。ここもヘディング2ですね。あ、ちなみにね、今見やすいように私マウスを使っていますが、忙しい人はこのショートカットキーを使うといいと思います。はい。うんはい、で、次はグラマーエクスプラネーションですね。ここもヘディング2ですね。はい。まあ、こういうふうにすると、こういう感じで、あの、 えー、あのー、その他の構造が見えてくるので、わ、えー、かりやすいと思います。はい。こうするとだいぶ見やすくなってきますよね。はい。で、えー、っと、そうですね。あ、ちょっとここも入れてもいいのかな。ターゲットオーディエンスと、ここもヘディング2ぐらいで入れてもいいかもしれないですね。こ感じでねはい。ここまでです。では、あの、<laughs> でこういうふうになると、かなり見やすくなってくるので、あのえー、とこの、ね、Google ドキュメントでも、えーうん、それなりに良い、ごめんなさい、えー、見やすいウェブサイトが作れますね、はい。それでは今回のビデオはここまでになります。フィルム連携。